生きるか死ぬかラジオ。わー。よし。よし。じゃあ、無理。もう始まってんの。さっきから始まってるよ、多嘘。怖いわ。でもこれ、最初に別に叫ばなくてもなんか、やっぱり、なんかジングルを入れて。あったーって、最初からジングル入ってんの。なんかもっとちゃんとパーソナリティっぽいことするの。今夜もやってまいりました、あみちゃんの居所の「生きるか死ぬかラジオ」みたいな。 やったメインパーソナリティは私、ふみちゃんと。あら、ミトコンでーなんでテンション低いの？す。なんかお客さん気分で言いたい。ゲストじゃん、完全に。いやー、もうこれ投稿もふみちゃんってもう思ってるからね。嘘、絶対ダメだって。いや、だっあて、れミトな、ちゃんの方が、すごいでしょ。違う、そこじゃないんだよ、なんかその、違うじゃん。客層の話？ そう。なんか違うじゃんか。いていないものだから、こちら。客層の、有能さというか、顔の広さというか、厚さ。クマだからね。うん、熊だ動物から。界隈に動物界隈にね、広めてほしい。ハボが効く。もう、始めよ。始めよう。始まった。じゃあ今。切り替えの早さが。今。じゃあ、やっぱり最初は、なれそめ。あれ、染め。なれそめは、この前、私が喋っちゃったやつ。じゃあもう一回喋るから、初 初見と見っいうぽいリアクションか。ね。あのね、私がかまいたちの夜を投稿したときに、はい。ふみちゃんさんって人が、なんか、ツイッターでね、リツイートしてくださったんですよ。れ、で、そうだっけ？いや、そうそうそう、いや、そうだよ。いや、それで、あー、絡んじゃおうって思って。ね。だねっていうか、そうなんだよ。あれ、そうなの？私、でもフォロー最初にしてきたのはミトちゃんだよね。いや、そう。いや、そう、うん、そう。そうそう、フォローして、されたから、見るじゃん、ユーザーページ。そうだっニコニけ？コや、え あれ？ニコニコやってんじゃんと思って、見たら、実うん。況するタイトルが被ったから、わーいと思ってあったんだけど、なんか、じゃあ私なんで最初にふみちゃそう、んフォローしたなんんでだどうろやって見つけたの？ どうやって見つう？ けたの？それ本当？本当じゃあなんか、あれじゃない？間違えたんじゃない？え、ごフォローですか？でも、そうかな？じゃあなんでフォローしたんだろう？覚えてないです。慣れ初めなのに、そんな曖昧な感じでいいの？ でも、ちょうど1年くらいだから、そんなん。そもう1の、年くらい経ったんですか？本当ですか？ 下手くそ。どこまでが本当に驚いてんのか。全部嘘かもしれない このリア打ちク合わせシのョン。時に同じリアクションをしてしまった。 もっと初見感のあるリアクションをしたかったね。そうだったんですね。もう1年も経ってしまったんですね。 ラジオ下手くそかよ。誰から教えてもらってるんだ。どっちもびっくりしてる。なるほどね。そんな感じで、そんな感じで、今こうして こうしてなんかラジオを撮ってしまうねっとりした関係に。そう。一緒にな。あれだもんね。ああ、いくらもね。いくら？え？ アプリクラ、アプリクラ、いくら、いくらもね、いく食べらもましね、たよね。食べましたね。
フリクア。フリクア。うん。フリクア今あるよ。え、手元にある。私もある。あるし。手元にある。あるよ。あるよ。もう東海機のやつ持ってる。ああ。ちょっと出しちゃいけない名前が書いてある。おっと、いいのか。いいのか。二人でさ、立ってるポーズで腰に手を置いて脱法地下アイドルって書いてある。ああ、それあるわ。携帯に入ってるわ。どうする？それ、このラジオ流れてないとずっと画面に出しとく？ひどい。ひどい。ひどいよ。でもあれ、すごいさ、なんかふみちゃんがさ、すごい小さいからさ、すごいなんか親子みたいになってない？嘘。そんな、だいぶ引き伸ばされてるよ、これ。そうかな。まあでも、東海議のやつは、そうか。そうか。そうか。だいぶ一緒に、なんか2、3回、2、3回じゃないか、2回ぐらい一緒にプリクラ撮ったもん。うん、撮った撮った。なんか慣れそべっていうより、その後いっぱい遊んだ、そうだね。が出てきちゃうから。そうだよ。一緒に、ね、あれなんだっけ、東京の地下鉄じゃないな。なんかどっかの番線でね。なんか待ち合わせし したもんね。うん、メトロでしょ。そう、わかんないけど。ドトールに、ドトールだっけあれ。ドトール。ドトールに二人で行って。二人で行ってね。ね。ミトちゃんが実況シーンに出るっていうから。そう、ジュニアでね。ジュニア。送迎したのね。そう、東京。東京あんな風に歩いたの初めてだったしね。そうなの？うん。なんか街中っていうか、観光名所以外のところ歩いたの初めてだったし。うん、ああ、うん。私もあそこ行ったことない。ね、っていうか、これ自己紹介してないよ。あ、してない忘れてた。私が、なんか、東京に住んでない何者かになってる。じゃあ自己紹介。わー、ふみちゃんから。マジで？うん。どうも。あ、ふみちゃんです。ふみちゃんだ。やったー、ふみちゃんだよ。じゃあどうぞ。いとこさん。え、終わり？終わり。なんか。もっとなんか。そう。もっと欲しい。もっと欲しい。うん、熊野ふみちゃんです。あ。やったー、熊野ふみちゃんです。熊のやつだったかー。そう。終わり？馴染んでないけど、なんか浸透してないけどね、そんな。でも、浸透してるよ。そう、だってかまいたちのさ、コメントに、なんでクマなのってついてて、ごめんみたいな気持ちになって。じゃあ、なんでクマなのか、ここで言ったら。いや、私もわかんないんで、いつの間にかクマになってて。生まれた時からクマだったから。お前たちだってそうだろ、生まれた時から人間なんだろ。怖い。怖っ。やだ、自分たちが人間だなんて誰もわからないんだよ。やだ、哲学。じゃあ、ミトちゃんどうぞ。私は、人のミト子。やったー、やったー、人だった。じゃあ私は、あれ、ここまでの話の流れからして宮城県の人。おう。やったー、やったー、宮城県だ。そうなの。だから東京に行くのにも1回2万円かかるし。往復でね。そう、往復でね。高いね。往復で2万円かかるしね。仙台のアニメイト魚臭いって本当ですか？あー、よく言うけど移転したから。もう移転してね、ちゃんとビルの6階だか7階とかにちゃんとフロア設けられたから。よかった。もうね、もうそれだけ一人歩きしてるから、情報。もうね、なんか今はもう厄災
アニメイト、いやこの話はやめよう。ちょっとなんか、なんかあ危ない方向に、うん、誹謗中傷につながる恐れがあるから。危なかった。危なかったね。ちょっと飲み込んで。そう。まあそんな感じですよ。そんな感じか。うん。自己紹介はそんな感じ。そんな感じ。うん。終わり。終わり。じゃあ、じゃあ今、はい、お題を募集したお題をちょっとねやっていこう。うん。やっていこう。じゃあどれで、どれやる？どれやる？なんかちょこちょこやっぱ慣れ初めとか書いてあったから、うん、それ以外でね。じゃあやっぱさ、ゲーム実況者ですから、こんなラジオなんて撮ってるけど。ほんと、ほんとよ。ほんとよ。せめてゲーム実況者らしい内容をちょこっと、せめて初回は入れていかないと、ね。入れていかないとね。あとはもうどうでもいいから。うん、じゃあ、うん。じゃあ、これいこう。小学生くらいの時に何週もやったゲームは何ですか？何ですか？何ですか？なんだろう。自分はあれかな、あのゲームボーイアドバンスの星のカービィ夢の泉デラックス。ああ、ちょうどやってないやつだ。本当？もうなんかめっちゃ流行ったじゃんか。うん、それと鏡の大迷宮が。うんうん。でもやらなかった。やらなかった。そう。一応実況でも。行ったんだけど、うん、なんか何週もやったのに 100% クリアはできなかったんだよ、ね、悲しい悲しい。だから実況で 100% 達成したよ。あ、マジ？見ます、うん、見ないで見ないで見てみて。ちょっとこれ大丈夫？大丈夫大丈夫だよ。負けんな。大丈夫だよ。じゃあミトちゃんの私は、小学生でしょ？うん。小学生の時の記憶があんまりないけど。指さまして。だってゲームずっとやってるからなんか、ああ。これをめっちゃやったっていうのがあんまりなんか、いろんなゲームをいっぱいやったな。でも、いやーでもあれかな、小学生だったら動物の森かな。あー、なんかあれね、プラスね、ゲームキューブの。あ、はいはいはい、あれあれだな。ゲームキューブ持ってたの？え、持ってるよ。いいな。え、嘘？持って、今は持ってるけど上京してから買った。あー、あ、てか違うわ、動物の森じゃない、エアライドだ。違うの？え、なんか、ゲームキューブってなったら思い出した。エアライドやってたの？エアライドは死ぬほどやったな。あれ、お兄ちゃんと。ああ。なんだろう。やっぱ、今もさ、神ゲーとされているけど。そうだね。楽しいよね。やったことある？なんかちょっとだけ触ったけど、あ、全然わかんなくて。はぁ、強い。壁にぶつかって。そうそうそう。曲はいいからさ、うんうん、めっちゃ聴いてたんだけど。いやー、なんかなんだろう、普通のレースが面白いんじゃなくて、いや面白いんだけど、うん、そうじゃなくてなんかバトル的なステイトライアル、ステイトライアルか。そうそう、ステータス上げてからバトル、うん、まあ、レースとかっていうのが楽しいんだよ。やりたい。リメイクが出ないんだよね。ね、出ないね。うん、あれは、なんでかな？ニンテンドー。大丈夫ですか？大丈夫です。負けるな。負けるな。そう、でも。戦ってないけど。小学生だったら、まあ、でもこれ小学生の時にやったやつ何ですか？つってこれですって答えたら完全に世代が。世代バレちゃう。バレちゃう。ゲームボーイアドバンスしかやってないもん。え。持ってなかったんだよ、あのハード。ああ、なるほど。テレビ置きハード持ってない、うんうん、携帯機しか持ってなくて、ゲームボーイアドバンスばっかりだったんだよね。64は？64も持ってない。ええー、
でもほぼ持ってたかな。なんかお兄ちゃんがね持ってたから、うん、あ、まあ兄弟がね、上の兄弟がいるとそうだよね。そうそうそう、やっぱでも64もやったな。やっぱりなんかいろいろやってるからちょっとこれは絞れない。絞れない。うん、64では何やったの？64ではとカービィと、あとマリオストーリーと、うん、あとバンジョーとカズイの大冒険。マジ？うん。とかマリオもやった。難しいでしょ。バンカズ？うん。難しくない？いや難しい。なんで否定したの？いや難しい。いや難しい。だってあれちゃんとクリアしたことない、なんか大きくなってからやってないっていうのもあるけど。うん、なんかそう連打ゲーもちょっと多いし、あるね、操作感64の。そう、それだよな。64はシューティングがね難しいんだよな。だからクリアしてない、ラスボスも倒してない、ただ単にそう駆けずり回ってただけ。おしゃくなことに偏差打ちしてくるからな、あいつら。そうなんだよ。ダメ。小学生6歳、7歳くらいの私はね、もう泣きながらやってた。いや、そりゃ、6歳ぐらいじゃ、むずいでしょ。なんかでもさ、今の、今売ってるゲームとかもさ、なんかちょっと話逸れちゃうけど、うん、あの、ゼルダの伝説、ブレス・オブ・ザ・ワイルドのさ、うん。うん、なんか今すごい形式バッテリーしたけど、なんかステマかなみたいな。ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドの話をするんだけどさ、あれ結構難しいと思うんだよね。うん、なんか敵が強い、あれが多分今の小さい子たちのトラウマになっていくんだろうと思うけどさ。なんかあれじゃない、ポケモンとかもさ、サンムーンの敵ちょっと強くなかった、うん、今までより。ちょっと強かったね。うん、ちょっと考えないとみたいな、うん、とこあったし、今何の話してたんだっけ。小学生の時に、あ、違った、そうテーマじゃなかった、あのゲームが難しいって話だった。あ、そうそうそう。あ、そうそうそう、そうなん。そうなん。そうなん。そんな感じですかね、小学生。あとはもう言えない、うん。なんかあれだから、なんか可愛いにゃんことかしかやってないから、ちょっとそれはなんかゲームボーイアドバンスだったんだけど、うん、ウーパールーパーの育てるゲームみたいなのずっとやってて言えない、なんかもう中身がなさすぎて。ウォータールーパームツっていう感じのゲームだったんだけど、やだ、やりたい。え、でもさ、ゲームアドバンス、うん、そういう系のやつ多くなかった？多かった。なんか、かわいいハムちゃんみたいなやつ。そう。とっとくハム太郎シリーズ。そう。ねえ、あ、あとプリキュアやってたわ、ゲームアドバンスの。え、あったの？あったあった。ゲームアドバンスの時ってもうプリキュアあったんだ。あったよ。一番最初のプリキュアのゲームかな。ああ。あった。二人はプリキュア。そうそうそう。なんか、あれだね、よくあるゲームにありがちな、一人がボタンを押しとくとこっちが空いてて、うん、みたいな。ああ、そう、協力ゲーム。そうそう、懐かしい。難しそうだな、それ。あれもね、むずいよね。キャラゲーなのにむずい。うん、アクションだよね、普通プリキュアってなったら、うん、頭使う。プリキュアが頭使わせてくる。そう。そのところですかね。そのところですかね。うん。じゃあ、次。次行ってみよう。次行ってみよう。じゃあ、お題決めて。お題？うん。じゃあ、実況ネタに、うん。かけていこうかな。うん。お二人がゲーム実況を始めたきっかけは何ですか？うん。ということです。きっかけ。きっかけ。そうさな。なんか、私、実況始める
直前たまに生放送でもさ言ってたけど、うん、なんかめちゃくちゃ鬱だったんだよねそうなんだ。そう、すごいなんか何も面白いことがないこうお先真っ暗、何も楽しくない、うん、って時に実況を見たんだよね。なんかやったと。そう、今までネット回線がめっちゃ通じない山に住んでたから、あ、そうそう、それまであんまりパソコンで動画を見たことがなくて、うん、あ、そうそう、思い出した、なんかマジで鬱だった時にパソコンで面白動画って調べたの、うん、フラッシュとかしか出てこないんじゃない。そうそう、でも昔そういうフラッシュとか見てて、うん、なんかまたああいう面白いの見れば元気になれるかなってしょうもないけど元気は出るからね。そう思って調べて、その時に実況動画が混じってたんだよね。へー、なんかこれ誰の実況を見て、あ、始めようって思ったとか言っていいかな。なんか伏せてたらいいんじゃない。伏せる、じゃあ丸つけてたらいいじゃん、うーん、あーみたいないや、じゃあ自分でセルフでやるわ。あ、セルフでやる。なんかうーんさんのうん、わかんねえ、うーんさんのうん、あ、動物の森実況を、うん、見たのね、うん、で、なんかこんなことしていいんだって思ったのしていいんだ、なんか、え、こんなことをしていいんですかって思って、うん、実況動画っていうのを調べていって、そしたらなんか女の人もやってるし、はいはいはい、なんか普通にただただなんか特別編集とかしなくても、垂れ流し的なね。そうそうそう、やってるのも結構あるじゃん、いいじゃんって始めた。わあ。もうすぐキャブボ買いに行って、マイク買いに行って。行動力。もうすぐ買って、うん。で最初あれだね、ピクミン。もう、うんうん、声のトーンが違いすぎてね、最近すごい消したい消したいと思って。うつの人間の声だからそう、そんな感じですね、私は。うん、ふみちゃんは。私は、うん、今上がってるふみちゃんのこのアカウントとは一応別のアカウントで昔上げてたんだよ。あ高校生の時に上げてたんですよ。おい、うん、JK が、そう、 JK がうんたらかんたらみたいなやつねもう死にたくてさあれ、まあまあまあね、JK がね。そう。でも、実況は友達から勧めてもらって、こういうのあるよみたいなのを聞いて、ハンサムの、うん、なんか学園ハンサムの実況がめっちゃ面白いって聞いて、いや、めっちゃウケると思って、いろいろ漁ってったんだけど、私、RPG とかが、うん、全然最後まで続かないんだよね。あー、でもわかるわかる、うん、実況でやったらもしかしたら一応見てくれる人がいるかもしれないから、うんうんうん、それをモチベにして超わかる、クリアできるんじゃないかみたいな別にやりたくないわけじゃないし面白くないわけでもないんだけど、そう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 、続かないんだよねいや好きなんだけど、うん、で始めた、うん、あ、その最初のアカウントの動画を今ここで全部消したわ本当に消えてんの？ニコニコからも消えてんの？ニコニコからも消えたし、検索できないようにあのカテゴリータグも全部消した。わ容赦ないだろじゃあその時の名前で検索しても別に何も出てこない？そうだね、じゃあやめて前をやめて、ここでは言わないからそうか、でも実況、そうね、でもなんか最初さ、うん、なんか最初のテンション分かんなくなかった？実況分かんなかった、なんか声作るみたいな
実際高校生の時作ってたからもっとなんかその当時は萌え声流行ってたから、うん、別に今も流行ってるっちゃ流行ってるけど、うん、なんかそうした方がいいのかなと思ってね、キャピキャピみたいな。そうなんだよそうなの、声、うん、私の一番最初のピクミンのさ実況さ、なんか、うん、はいこんにちはみたいなおいおいみたいになってるからさ誰みたいな、上級して言われでも最初、そう最初投稿して、うん、まあすごい夜中に投稿したんだっけな。で、うん、そう、鬱だからね。そう、夜中に。活動時間がね。そうそうそう。それで、次の日、まあ、大学に行って、うん、で、見たんだよ、授業中に。その、うん、携帯からニコニコでさ、自分の動画の再生数をさ、うんうん、で、6ってついてて、あー、見られちゃったーって。かわいいよ。思ったのすごい覚えてる見られちゃった見られちゃった。そうそうなの、授業中、講義中にニヤニヤそんなことがあった。あったあった。今や実況神じゃん、ジュニア。いや俺はだって多選だから多選ですからね。したか、うん、出るのはすごいね。でもね、いやもうあれどうなのって、やめようどうなのでもなんか楽しいよね、うん、楽しいよね、ああいう違う場でゲームするっていうのもなかなかね、いい経験だった。次はふみちゃんがね無理無理だよ、推薦しとくからね。なんか変な動きしちゃうもん多分ゲームとかじゃなくてそう、生身が生身が勝手に絶対変なこと言っちゃうもん、緊張して。いやでも緊張したわ、なんか全然なんかこう自分が何喋ってるのかわからないわねありがち。実況してる時もそうだから。あーわかる、なんか編集しててさ、うん、ちょっとえこんなこと言ってるみたいな疲れてる時にたまに自分のさ動画編集してって笑っちゃう時ある、うん、ある。ここは面白いなってなる時はある。そう、あここ、あここいいですねある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 。そうという感じ、という感じです。でしたです、でしたでした。ここでここでジングルみんなラジオってこんな風に撮ってんの？絶対違うと思う。垂れ流しでしょ、ずっと。だよね。こんないちいちカットしたりしないよ。休息挟まないとやってけないよ。ちょっと青汁飲もう。お茶飲もう。どう？時間、あと。一応32分。閉めるか。閉めるか。うん、最初だしね。そうだね。うん。じゃあ。どうしよう。どうやって締めよう。そうだな。この、生きるか死ぬかラジオでは、皆さんの、お便りを、募集しています。募集してますので。ますので。ツイッター、お、言いますか。あえあツイッター、ここでツイッターがきっと出てる。出てる。ここ、ここ、こ今、こう下、下でこう指でこう、そうそうそう、クックってやってるから。そう。から、お台箱に行って、それかメールで、応募ください。はい、応募応募なんか、ぶち込んでください。ぶち込んでください。うんないでください。そう。そんな感じ？多分、あと、こんな感じで雑談したり、うん、あと、ゲームもできたらしたいわよね。はい、それラジオって言うんですか？いやー、ラジオ、うん、うん。うん、そう。だって、実況者のラジオですよ。そう。個人的な見解。
いいんじゃないかな。うん、なんかできるのがあったらちょっとねやっていきたい、やっていきたいですね。うん、なんか お悩みを募集しているぞ。ああ、そう、話しやすいよね、お悩み。ひどい、話しやすいよね。そう、何でもいいよ、何でもいい、悩みでもいい、もう恋の悩みでもいい。難しい。ダメだった。恋の悩みはダメ。恋の悩みでもいいよ。金銭的な悩みとか。金銭的な悩みはちょっと頑張ってください。じゃあそれもダメ。それもダメ。恋の悩みは大丈夫だ。恋の悩みは大丈夫。金銭的なのはダメ。NG です。あと日々疑問に思ったこととか。ね。ね。これはどうお考えなんですかってこととか。昨今のニュースについて、今の日本についてどうお考えですかとか。なんか喋れそうな回答ができそうだったら答えます。食べ物とか。そういうのでいいから。そうだよ、そのラジオを生かすか殺すかは君次第だ。これそういう意味で。そういう意味だっけ。そういう意味で生きるか死ぬかラジオ。我々ギリギリだから。そうだね。崖っぷちに住んでるからね。そうなの、みんなの力が必要なんだ。助けて助けて。じゃあそういう感じですかね。そういう感じですかね。じゃあ、あ、ちょっと思ってたんだけど、うん、挨拶とか。ああ、挨拶決めなきゃ。なんか締めと、あれやってほしいな、あれ。お相手は。なるほど。あれ、かわいい声でやってほしいな。締めるか。締めましょう。はい。お相手は、ふみちゃんと、ミトコンでした。Thank you! Very much!おかしい。おかしいかな。いや、もうこれで、これこれで取り直さなくていい。うん、いい。じゃあ終わり終わり。